はい、というわけでやっていきましょう。ロマンシングサガ、前やってたデータが多分あるよね。グレーだよね。グレー一番好きなんで、今回もグレーでちょっとやっていきます。あのロマサガのね、リーユニバース、まあ新作のスマホで出るやつをちょっと事前登録をしたので、まあちょっとロマサガをやっていこうかなと思って今回やっていきます。主人公の性別、まあグレーでやっていきます。デフォルトでは名前はついてないのか。まあこいつはグレーなんで OK。 父親の能力、あ、なんか決めたね。何が良かったんだっけ。まあいいや、戦士、女戦士、ここら辺がなんか鉄板だった気がするんだけど。で、右利き、左利き、左利き用の武器ってレフトハンドソードしか、ないはずなんで、右利きでやっていきましょう。まあ、アルベルトあたりを仲間にして、そもそも最終試練行くのかっていうところもあるんですけれども、世界にはあちこちに財宝が眠っているところがある。リガウ島と、早いな。あの、普通にやっていきます、普通に。でね、ロマサガー1ってね、結構もう戦闘ばっかりしてるんで、まあ、そこら辺は編集しつつ、まあ、やっていこうかなと。で、あとちょっとした裏技もあるんで、まあ、ちょっとしたものだったら使っていきます。あのはやぶさ切りのやつとか滝登りとか、まあ、その2種類はちょっと面倒なんで、使っていく予定です。で、グレイはここからスタートですね。まあ、主人公ごとにね、出発地点が違うんで、まあ、ある程度ね、あのロマサガ1はやったので、あんまり迷わずに進んでいけるとは思います。で、お話を聞かないと、さっき女の子に話したから、もう草原が出てるかな。一番最初このフィールドマップに出ると草原がないんですよ、ジェルトンで。どこにも行けないんで、情報をね、こう集めていけるところを増やしていくというところで、この女の子に話すと、南の草原には恐竜が住処にしている穴がいっぱい開いているという情報を得て、外へ出てみると、まあ、草原に行けるようになってますと。で、グレーの一番最初のオープニングの目的としては、まあ、その草原にね、眠っている財宝を見つけることということですね。まあ、草原に財宝が隠された穴があるらしいが、どの穴なのやらと。で、こう情報を集めていくと、恐竜の卵は高く出る、まあ、恐竜は最初めちゃ強いんで無理です、倒せません。で、恐竜は浅い穴にしか進まない、どの穴が深いのかが分かれば財宝のありかも分かると。まずは深い穴を探しましょうと。で、こいつが花園の中の穴が深いですよと最初ね、俺もこれ買った時はね、小学生だったんで全く意味が分かんなかったですね。やっぱりドラクエとかFF とかっていうのをずっとやってたんで、このフリーシナリオとかね、ちょっと頭の悪い小学生の頃には理解できずに、まず街に出た瞬間にどこにも行けねえじゃねえかと、どこにも行けねえじゃねえかということで、もういきなり船に乗りましたからね。これちなみに最初のオープニングのイベントはすっ飛ばせるんで、メルビル行きの船に、乗ってメルビルにいきなり行きましたからね。で、1人30円って言ったんで、これ人数分お金取られます。で、最初100円持ってるんで、いきなり10円になって、なんだこれ結局10円スタートじゃねえかと、まあいう記憶がありますね。懐かしいな。で、最初は父親戦士、母親女戦士って決めたので、まあそこで能力が決まるのと、武器もアイアンソードとアックスですね。ただアックスはグレイは使わないかな。で、ガラハドは最初からいる仲間で、バスタードソード、傷薬はいっぱい持ってますね。で、ミディアムはね、術系なんですけれども、そうだね、術もそんな頻繁に使えないからね。ちょっと武器屋を見てみて、防具が心もとないかな。かといってここら辺はな、手出せないからな。スピアか、スピアを持たせて後ろから攻撃させるっていうのもありだね。ちょっとアックス外してアックス売っちゃおっか。いくらで売れる？あれ？外してない？もう一回押さないといけないんだっけ？アックスを外して、よし、売る。アックスと245円、はい売ってしまったで、スピア買って、で、隊列があるんですよね、これ。前衛と中衛と後衛みたいな感じで、で、グレイとガラハドは前衛にやって、ミディアムをちょっと
真ん中に下げましょう。で真ん中用の、武器でスピア、レイピアはもう前衛用の武器なんで前に出てないと攻撃はできないですね。まあ、その代わりね、前に出るとか後ろに下がるっていう選択肢が戦闘中に取れるんですけど、ちなみに一番後ろは術と弓くらいだったかな、攻撃できるのは。ちょっとセーブしていきます。これこまめにセーブしないといけないんで、もういいや、これ消しちゃおう。まあ別に惜しくもないデータなんで。で草原に行って、そうですね、いきなり恐竜がいるんでちょっと恐竜に挑んでみますか。ちょっとセーブしたばっかだけど、もう一回セーブして、ほい。まあ最初恐竜と戦うよね。あ、ちょっと横から入っちゃったかな。横から入っちゃうと隊列が乱されるんで。でバスタードソードは前衛でしか攻撃できないんで、前へ出ますと。まあ勝てないんだけどね。まあ、ヘルファイア撃っときますかどうせ死ぬんで。まあ、300なんで恐竜には手を出さないでいきましょうと。早速ゲームオーバーになってるけど。で、あとフリーシナリオ、ちょっと待って、恐竜の位置が悪くないかこれあと変なところでセーブすると積むんで脱出できなくなって、まあ、それは気をつけていきましょう。こまめにセーブを取りつつも、ちょっと待って、この鳥が厄介だな。でちなみにもう結構覚えてるっちゃ覚えてるんで、花園の穴に一直線に行きます。大丈夫っしょ。でね、武器は使い込んでいくほど武器のレベルがアップする。でレベルとかもないんで、とにかく戦闘をこなしてね、力とか体力とか素早さが上がっていく感じになるんで。一応ね、リー・ユニバースの方にもここら辺のキャラは出てくると思うんで、まあ、一番最初の元となったロマサガを見つつやっていきましょう。でダンジョン内ちょっとあまりにも戦闘が多くなるようだったら、まあ、最初に言いましたけど、ちょっと編集して、まあ、倍速使ったりカットしたりはやっていきます。これ多分歩いてる時間とかよりも戦闘してる時間の方が圧倒的に長いはずなんで、こうやってね、あ、アイアンソードレベルアップした。あ、スピアもレベルアップした、いいね。で3レベルごとに技を覚えるんだったかな。ただちょっと待ってね、ある程度レベル上げしてった方がいいかな。まあなんか大丈夫そうなんで、そのまま進んでいきましょう。ちょっとね、レベル上げ、レベルでもないけど大してやってないし、強い敵が出てきたんだけど、こいつもうダメだな。ミディアム全員に出すとやられそう。おお、ガラハドにダメージが当たった。危ねえ、キツ薬使っちゃう。一回帰る。基本的に先手必勝のねゲームなんで、ダメージを食らわずに倒した。1とか、いやこいつ強くね。いやでも全員で攻撃する。バスターソロ、ガーやられたそうか、スネークマン1個後ろなのか。防御してるから全然ダメージ取んないんだね。防御してなくてもダメージ通らなそうだけど、一回寝よう。帰って、さっき寝たばっかだけど。いやー、やられた。65とか一撃じゃん。大丈夫か、全滅しそうなんだけど。こいつ強い。たまにね、なんかめちゃ強い敵とか出てくるんだけど、でもまずくないこれ。普通に死ぬよ。いやー死んだ。いや死んでないあと一発、もう一回入れば倒せる？倒せねえし死んだまあいいや
そのまま行きましょう。どうせ1回しか戦闘してないし。だからこれこまめなねセーブがね必須なんですよ。こいつならいけるでしょう。インパラちょっと強かったよね。さっきの赤いやつだな。赤いやつが出てきたらもう要注意だ。逃げよう。ミディアムがねもうちょっと強くなってくれればいいんだけど、ヘルファイヤーだってね8回しか使えないからね。でダンジョンの中に潜っちゃうと回復する術がないんで、1か結局。やっぱりちょっとレベル上げ必要。いきなり突っ込んでいっても大丈夫だったような気もするんだけどな。やっぱちょっとレベル上げしよう。せめてハヤブサ斬りを覚えるまで頑張ろう。まあそんなわけでこいつらを倒したらまたせっせこレベル上げします。もう最初の RPG なんてねそんなもんよ。もういっぱい上がるね。スピアもレベルアップしたし、よし、じゃあちょっともう一回レベル上げします。グレイのアイアンソードがレベル3になったんで、これで一つね技を覚えています。ハヤブサ斬りですね。これ最初に攻撃できるんで1回しか使える。宿屋に行けば回復するんで、あとね武器をね1回外すと今まで鍛え上げたレベルは0になります。だからさっきちょっとあれか、外す時に一瞬のためがあったのか、間違えた時にすぐキャンセルすれば解除できるっていう。バスタード速度が全然上がんないね。まあでも大丈夫かな。早く先で覚えたし、あんまり強くなった感はないけど。でもこれアイアンソードとか武器のレベルが上がればダメージが増えてるっぽいよね。スピアが今多分レベル2かな。それなりにミディアムもダメージが通るようになってるんで、ちょっとこれでリベンジしましょう。覚えたいんだけど、物価高いからねこの世界。お金がねなかなかたまりづらいっていうのもロマサガの特徴ではありますけど、で最大でね全部で6人まで仲間にすることができるので、6人分のね装備を整えようとするとねすげえ金かかるんですよね。前衛に3人までしか置けないんで、前衛に3人はそれなりに揃えてあげて、あと中衛と後衛の人たちはまあなるべくダメージを当たらないように頑張ってもらうしかないよね。ミディアムはねちょっとヒットポイントも上がったんで、まあ、楽にはなってるかな。鳥がね速くてちょっと鬱陶しいんですけど、一応戦闘回数が時間の経過なんですよ。フリーシナリオなんで、まあ、起こるねイベントを一個一個こなしていくっていう順番はね特にないんで、ギュッ、しかも右から今来たな。時間経過はどうやって管理されているのかっていうと戦闘回数ですね。戦闘回数によって、まあ、敵もどんどん強くなっていくし、
まあ、新しいイベントとかね、発生するところになります。まあ、逆にね、終わっちゃうイベントもあるんですけど、ほっとくと。全員攻撃しよう。めんどくそうな敵が出てきたらミディアムはヘルファイアを使っていくと。結構使い込んだんだけどね、ヘルファイアも炎のレベルが上がらない。でこの強風マジ邪魔なんだけど。こっちはザコもう大丈夫、分かってきた。さっきの赤いやつさ、めちゃくちゃ強かったやつ、あれはレアだったね。基本的にはまあ今の強さに合った敵が出てくるんですけど、たまにねランクの高い敵がランダムで出てきたりするんで、なんもわからん。あと未だにわかんないのは21金なのか、でも21金なのか。でここにね花園があるんで、ここに行くと穴があるんですよ。でここがね深い穴になってるんで、深いとか浅いとか入っただけじゃよくわかんないんだけど、通常の穴は恐竜だらけなんで、ちょここが当たりの穴ですね。ロマンシングサガ系はね、ちょっと小学生低学年とかがやろうとすると難しいかな。システムがねなかなか難しくて、あと今の新しい世代でこの古いロマサガをやるかって言われたんだけど、結構いろいろね作り込まれてないんですよ逆に。あ、なんかイベントの作りかけみたいなねマップとかがあったりして、あと設定だけなんか微妙に途中まで作ったんだろうなっていう形跡があるんだけど、思わせぶりで終わっちゃうみたいな、そういうのもあったりするんで。あとゲームバランスは世代のゲームにしてはちょっと難しめかな。やっぱり FF とかドラクエのその王道的なものと比べると、まあ、ちょっと一つ道を外れてる感じ。そこがそのコアなユーザーに関してはいいんだろうけど、それゆえ、まあ、人気も出たっていうことですね。まあ、1なんでね、ここから2、3に繋げていくっていうのを考えれば、なんか宝箱あったっけ、ここ1階に。なるべく宝箱はやっぱり回収していきたいからな。よし、こいつで一発で倒せるようになったのがでかいな。4円とか、もうひたすら戦闘ですよこれ。1戦闘多分これ1分もかかんないよね、こいつ一発でしょ。倒してちょびちょびこうパラメーターが上がって、まあ、敵がいっぱいいるんで戦闘と。もうずっとこれよ、こいつはね弱い、多分初だよねこいつ。コボルド、大体コボルドっていうと最初の方の敵だからね。盾持ってるってことは盾で回避してくるのかな、何も分かんない。お、いっぱいいる、まあ、いっぱいいた方がパラメータの上がりとかいいのかな。ちょっと分かんないっていうか、マイクからだいぶ離れてたわ今。多分さっきまでちょっと声小さいかもしれないし、すいません。すげえ椅子に寄っかかって話してたわ、マイクのこと気にせず。レベル上げの時でも全然喋んないんで、それと同じ感覚で喋ってた。制圧してゆっくり探索しようかな。ここっていけんの？いけねえし。
はい、じゃあ、あらかた制圧したから、一応探索をしていきましょう。これ、いけない。特に何にもないね。ここの回はなんか、何もなかった気もするんだけどな。こっちとか、たまにね、隠し通路とかになってるんで、こういうところも、調べていきたいけど、なさそうだね。で、下に階段があるはずなんで、そっちへ進んでいきますか。これ右側は来たとこだよね。下へ行きましょう。もう本当に全部倒した。あ、宝箱。普通に通り道だし。100円。で、また次のフロアがね、敵がうじゃ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 いるんだよね。これ後半になってくるともっとうじゃうじゃいるんで。この回はどうしよう、また。制圧してから探索するのがね、一応ストレスにはならないんで、ちゃんと敵とはね、戦っていかないと、なかなかそこの話が進んだりしないんですよね。まあいいか、ここはちょっと普通に進みながら行こう。もう大体雑魚だね。さっき戦ってる時も、あの憎き赤いスネークマンみたいなのも出てきたけど、まあ一発食らったけどね。ヘルハイヤーも投入して倒すことはできたんで、今のレベル帯だったら大丈夫かな。ちょっと回復はしないとまずそうだけど、ヒットポイントも上がってるし、一回傷口使っちゃおうか。54、いくつ回復するの。30くらい。ああ、まあそんなもんだよね。うわ、いっぱいいるな。ダッシュとかないんでね、本当に歩きでかわしていかなきゃいけないんで。突っ込んでこう。余計にね、こうなんか回り道とかしようとすると敵に当たっちゃうっていう、まあそういう感じになるから、一直線に突っ込んでく。ほらほらじゃねえよ右手で当たったし。前に出るをね、一人ずつやらないといけないと、いけないので、めんどくさいっていう。で、一応武器はね、まあ、盾とかも合わせてですけど、6個持てるんで、まあ、一人何種類も使うとね、でも、なかなか、他の武器が行き届かないんで、まあ、2種類くらいかね。あと、魔法をね、覚えさせてもいいんだけど、いかんせん魔法をね、上げるのが結構大変なんだよね。回数制なんで。で、しかも使わないと上がらないから。お、スピアが上がった。ちょっと武器が上がった時はセーブしていこう。そしてお金もいつの間にか1500円あるな。戦ってればやっぱりお金は増えていくか。足払い、足払いはね、前衛に出ないと使えないんで。いいねいいね、一発で倒せる。そういえばメッセージスピードそのまんまだけど、いっちゃん早くしよっかな。今 A ボタンをね連打してるんで、まあ、それなりに速い感じがするけど、多分押さないとこれ遅いよね。バスタードソード遅っまあ読み取れるでしょう、これくらいだったら。あの連打と同じスピードで、これスピアでしょ。速読とかこういうので鍛えられそうだな。ちょっとメッセージスピードいじります。スピードか。多分ゼロだな。これでいこう。今、左上に宝箱見えた。これはちょっと前に出る前に出るだな。ミディアム耐えられるか。2人から攻撃受けそうだけど、先手で1人倒した。よし。やっぱ何も装備してないってさ、おかしいよね。ミリアムさん、だって女性でしょ？なんで裸で来ようとしたの？地上なの？この子は。いや、まあ、装備がないってだけでなんか着てるんだろうけど、見た目着てるからね、だって。裸だったら、だって船乗れないっしょ。お客さん、なんで裸なんですかみたいな。ここに来る前にとっ捕まるよ。多分、メルビルから来てるから、メルビルって帝国なんですよ。その帝国の
その警察機構みたいなのがあるんで、やっぱりメルビルには。いやそれにしてもさ、せめてね、なんかそドラクエでいう布の服あたりな感じは着てて欲しかったよね。防御力ゼロだからね。まあ、グレイはね、冒険者っていうだけあって戦力的にはね結構強いんですよ。仲間もね、ガラハダも、まあ、ミリアムも普通にヘルファイア使えるから弱いかって言われると弱くはないけど、ちょっと待って、下色変わってるね。あのコボルド結構雲強くね。これいくつ食らう？レピア、うわやれた、55。ちょっとまずいな。これちょっと早く先を使って、さっきセーブしたよね、ヘルファイア投入しよう。なんちゃらコボルドになってたな、強これアイアンソードをちょっと先に早く先でやるとね、先手で攻撃できるんだけど、キャンセルするとその先手のね効果が残ったままになるんですよ。一番最初に攻撃できるっていう、この、まあ、裏技っていうか、まあ、このね、まあ、仕様なのかバグなのかはちょっとあれだけど、これ使っていきます。ちょっとスピアに切り替えるか。下は倒せる絶対。問題はこれでクレイが死ななければ OK。 よし、42か。もう一回耐えられるな。このターンで決められるでしょう。死ぬなよ。よし、回復しよう。これちょっと傷薬投入して回復しましょう。ヒットポイントアップ OK。 よし、腕力もアップ、器用さ、精神、愛めっちゃ上がってんな。スピアも上がった、103円。金持ちださすがに。傷薬こいつに2つ使って、ガラハダも2つ使おう。でミディアムも1個使おう。で宝箱をゲット、そして敵がいっぱいいる、まあ、こいつらは雑魚。ランクが1上がるとね、いきなり強くなるよね。ゲッ、ミスった、まあ、確かにバスタードソードは両手剣なんで、まあ、イメージからするとちょっとミスはありそうだよね。武器の種類としては片手剣、両手剣、あとレイピア系、あとスピア系で、あと斧もありますね。アクス打ったんで最初に。あと体術のパンチだとかキックとか、なんかそんなのあったっけ。パンチは絶対ある。体術系があるのと、あと弓か。弓は一番後ろからも攻撃できるんで、まあ、ちょっとね弓はミスが多いんですけど、後半になればそんなに気にはならないかな。最初の方はねちょっとミスを連発する感じだけど、これちょっとね中ボスっぽいね。普通の雲とかさっき出てきたよねこれ一体だったら楽勝だ。一旦で倒せるかな。21、よし問題ない。でお金200円。これで終わりかって思ったら、今ちょっと見えました、上から犬が降りてきたのが。そう、これ実は上がね隠し通路になってるんですよ。一瞬だったから注意してなかったら見えなかったかもしれないけど、何体戦ってるんだこれ。あ、先手取られた。ゲ16、それなりに食らうね。後ろにいる敵はね基本防御してるんで、ちょっとミディアムだとダメージが通らないかな。あとねパラメーター的になんかそんなに意味ないやつとかがあるんですよね。愛とか魔法は基本知力だったはずで、愛はね多分ヒットポイント回復能力とか、なんか魔法耐性だとか、なんかそんなのに影響しそうな設定なんだけど、設定ミスであんまり反映されないみたいな、そんな感じだったと思う。
ちょっと作りがザルなところがあるんですよ。やっぱり昔のものなんでしょうがないですよ。やっぱね、納期があるんで、まあ、仕事なんでね、いついつに発売するって、まあ、発売延期とかはゲームではよくありますけど、やっぱ納期までにね作れないっていうことも結構あったりしたみたいなんで、昔はバスタード速度が上がりましたね。ちょっとセーブしよう。これは下に降りるだけだな。で次のフロアが最終フロアだったと思うんで、ここはどうしようかな。全敵倒しながら行こうか。ボーンクラッシュ覚えたね一回も使えないけど。敵がいっぱいいそうだったらちょっと制圧しながら行きますか。じゃあちょっと上に行きますか。そこまで敵が多くない、ね。まあ、上の方にちょっと階段が見えたんですけど、当時はねこれもねよく分かんなかったんですよね。まあこれあの出口なんですよ、簡単に言うと。ちょっとでここに行くと一気にあの穴の外に出れるんですけど、やってた時はよく分かんなくて、あ、なんかあるって思って行ったら外に出ちゃったっていうでこんなにね頻繁にセーブ取ってなかったんで、また入り直しみたいなことがあった気がしますね。まあ、ロマサガ2とかロマサガ3になってくるともうやり慣れてるんで、あ、ここ出口だなっていうのが分かるんですけど、ロマサガ1当時やってた時は訳も分からず外に出てましたね。で左の方にまた財宝というか金なんだけどの入った宝箱があるんで、そっちを目指していきましょう。またちょっとね守ってるボスみたいなやつがいるんですけど、そんなに強くなかったはずなんで大丈夫でしょう。ちょっとお金が貯まってきたからね、どうしようかな。ミディアムとガラハド最終的にはまあ外すからね。一応メンバー的にはこの主人公系キャラで揃えていきたいですね。最初の主人公を選ぶところでなんかこの人たちがいますっていうのを紹介すればよかったね。一気にグレー選んじゃったけど、一応男4人女4人の中から、まあ、主人公を選ぶ感じになりますね。うわ、隊列が乱れている。どうしようかな。早草切りはね実は後ろから攻撃できるんですよ。まあ、5回使えるし、まあ、使っても多分2回だよね。これはもうめんどくさいから早草切りでいこう。グレイは下、うわ26、防御力0はきついな。いいね、はやぶさ切りの原理が分かんないけどね、なんで後ろまで届くの。なんか衝撃波を出してるとかさ、そんな感じもしないし。ちょっと3回使うのはもったいないんで、ここは節約していきます。何も分かんねえな本当に。あ、こいつちょっと強いやつだ。シニアコボルド、シニアなんだねコボルドの。ちょっと経験を積んでる感じか。雲と並行して歩いてたけど、さてこっちは敵が少ないね。あー2人いる固定の敵が2人いるんだけどさ、これどうなの。まあいいや、上から行こう。
あ、見た目だけは強そう。ウラノス、どうしようかな。ヘルファイア使うか。ちょっと怖いから。使用数19、強くはない。何、結構炎に耐性はある。弱、初戦は行ったんだな。よし、アイアンソード、アイアンソード結構上がるね。バスタードソードが全然上がんないんだよな。で、ちょっとセーブして、どうせだったら下も倒そう。どうせ一緒でしょ。一緒だね。一応ハヤブサ戦法は使っていこう。ヘルファイアか、いやヘルファイア使おう。いまだに炎のレベルが上がんないからね。20くらいでしょ。20だね、ちょうど。うん、血を吸ったから若干回復してたか。うわー、グレーのために傷薬をこっから使うかどうかだな。基本はそんなに食らわないからね。 あとお金もね、別にモンスターによって一律っていうか決まった数字じゃないんで、乱数はかなりありますね。よし、1000円、これが財宝なんで、あとはもう戻りましょう。地上へ、町へ。そしてジェルトンとはおさばらですね。おお、ようやく火の放力がアップ。これで技が1回増えると。きついな、本当に術は。出口へ出てジェルトン目指しましょう。一番近くの恐竜の穴入ってみる、せっかくだから。まあ、どこでもセーブできるしね、これ、まあ、ただ恐竜がうじゃうじゃいますっていうだけなんですけど。なるべく敵とはもう戦いたくないけど。あの雲ってどうなんだ。暗闇雲一緒か。なんかちょっと強い雲と弱い雲がいた感じがするけど、気のせいか。この雲自体がやっぱちょっと強いんだな。強いって言っても別に苦戦するわけじゃないけど。まあね、見えるようにいろんなとこに穴はあるんですよ。穴はあるんですけど、財宝以外の穴に入ると、まあこんな感じでね、恐竜がうじゃうじゃいるんで、もう今の力では先へ進めないですね。でどっかの穴にね、この恐竜の卵があって、その恐竜の卵がね、高値で売れるんですけど、まあ、ちょっといけないですね。なんかセーブとか駆使していけばなんとか取れるのかなって。いや取れないな、無理だな。なんか一本道だった気がする、途中から。で一本道にするともう逃げようがないんで無理っすね。グレイは今ヒットポイント16で頑張ってるからな。いける。ここで傷薬を使うのはさすがにもったいない。よし、バスタードソード上がった。さあこれで財宝のイベントは終わりなんで、いや財宝だーみたいなことは全く言わないっすね。だもう本当にどれが財宝なのみたいな、何の情報もないと。基本的にロマサガって情報少ないんで、結構ね手探りでね進んでいかなきゃいけないところもあるんですよね。まあ、今はねインターネットで調べればちょっとってよ情報は出てきますけど。でこれでジェルトン本当にもう用なしです。用なしなんで、一回ねセーブをしてですね、この後にイベントが起こるんで、ちょっとそれを試したいです。試したいですって何っていう感じがするけど、まあ、とりあえずメルビルへ行きましょう。
で今1人30円なんで、まあ、大体100円使いましたね。90円。さあここでどうしますかと、懐も温かくなったから一度解散したらどうかな。俺はクリスタルシティに帰って新しい武器を練習したいんだ。そうだね、あたいも久しぶりにエスタミルに帰ろうかな。新しい術も覚えたい。火の術だけじゃこの先厳しい。グレイ、あんたはどうする、ということで、まあガラハドと一緒に行くかミリアムと一緒に行くか二人と別れる。でいつもなんかね二人と別れてクローディアと出会ってたんですけど、これさ一緒に行ってもクローディアって仲間にできるかな、それをちょっと試したい。でまあミリアムと一回一緒に行ってみましょう。エスタミルに行くのもいいかな。え、マジでそういう流れ。グレイはあんたよりあたいの方がいいって。グレイ、それじゃあなまた会おう。やつもそんな趣味じゃないと思うがそんなこと言うんだ。エスタミルまではどう行く。ブルーエーレから船で行く。え、ブルーエーレに着くの。あ、そういう感じか。なるほどね。まあそんな感じでね、いろいろまあ、自由に進めてはいけるんですけど、すいませんちょっとリセットしてあ、これちなみにバーチャルコンソールでやってるんで。2人と別れます。クローディアをね仲間にして進めていきたいんで。じゃあそうするともうガラハドとかオサバラなんで武器ひっぺがしとこう。もう使わないこいつら。あ、途中でね仲間にできますけど、仲間にしないこいつらは。ブロンズアーマーもねパクてこう。でスピア買ってあげたんでミリアムに返せ。もうレピア奪ってスピアも奪うと。で4まで上げたんですけど、外すとまたレベルは元に戻っちゃいます。よし、これでいきましょう。またこの長い船旅か。まあ、基本的にはグレイはこの後はもう完全にフリーですね。まあ、それゆえ何をしたらいいのかよくわからないっていうところもあります。まあ、ここはチャ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 っと飛ばして、2人と別れる。俺はしばらくここに残る。それじゃあなまた会おう。ミリアム、ローバーンまでは一緒だろ。あんたと2人きりじゃやりきれないけど仕方ない。グレイ、今回の冒険も結構楽しめたわ。また一緒に行きましょう。バイバイ。グレイってこの辺りの生まれなのかな。さあね、俺たちやつのことは何も知らないんだよな。ということで、まあ、一人ぼっちになっちゃいましたと。まあ、金は結構あるな。戦闘はこなしたからね。で、一旦武器屋、あ、ジャンがいる。グレイ、久しぶりだな。同じ部隊にいたジャンだよ。知らないな。そんなことないだろ。あの時軍を辞めたのは俺をかばうためだったんだろ。そんなこともあったかな。忘れたな。それより何の用だ。君は忘れても俺はしっかり覚えてる。まあいい。今日は君に頼みたいことがある。ある人の護衛をしてほしいんだ。ある人。クローディアという名の娘さんだ。訳あって、それとなく守ってほしい。俺は帝国の兵士だから、いつまでもそばにいるわけにはいかない。だから君に頼む。出すものを出してくれれば引き受けようと。引き受けてくれるか。無論金は出す。クローディアさん、彼はグレイ。あなたの、そう、ガイドです。グレイ、この方がクローディアさんだ。よろしく。よろしく。それでは私はこれで、グレイ、あとは頼んだぞ。行きましょうか。ということで、クローディアが仲間になりましたと。でクローディアは基本的には弓を使わせていきます。なので並び替えでグレー前衛にしてクローディアも後衛に下げますと。でここは確かパブだよね。なんか聞ける。仲間から外したい人がいるんじゃないのと。まあ別にいません。で新聞みたいなやつ。娘を探して2日前の夜中に消えてしまいました。霊気も弾みます。図書館上宿屋コロンボ。まあ面白そうだと。この張り紙はいただいていこう。そんなんでいいのかよ店の張り紙勝手に持ってっていいの。でここはまあメルビルっていう、まあ、帝国の都市ですね。下水がありますとか、なんかそんなことを言ってます。ここは帝国の首都メルビル。でもエスタミルやクリスタルシティと比べるといまいちパッとしない。この町の誇りはなんといっても世界一の図書館。ちょっと武器屋さんみたい。さっきのところの武器屋さんも品揃え見たいんだけどな。グレートソード、ちょっとグレートソード使いたい。グレートソードはダメージは大きいですが盾が使えません。よろしいですか。そう、それが欲しい。でグレイはちょっと両手持ちの剣を使っていきましょう。いや、ただの俺の趣味。何でもいいんですよ。最初のアクス使ってもいいんだけど、なんとなく、スピア持っとこう。一
応中距離で攻撃できるようにスピアを持っておく。アイアンソードはまあ早草切りがあるから残しておいて、グレートソードをメインに、隊列が崩れた時はスピアを使っていこう。よし、これで OK。 でクローディアの弓はね、前衛中衛後衛どっかでも攻撃できるんで、まあ、基本弓だけでいいかな。レイピアは使わないね多分。一応ねレイピアはね、あ、ちょっとこいつの話聞く、迷いの森には森の神シリルが住んでいて、月の女神アイリスが時々遊びに来るんだよと。まあ、固有名詞が多いな。最初のこういう固有名詞も全然分かんなかったからな。まあ、一応ね、なんか神様的な扱いもいるんで、あ、これ海賊みたいなのがいるんだけど、一緒にいる彼女クロディアさんだろ、探したぜ。というわけでいきなり戦闘になります。怪しいやつ、暗殺者。暗殺者がさ、こんな白昼堂々とさ街の中歩いてていいの、強っ。あれ、そういえばさ、さっき大弓って売ってなかった？クローディア弓だよね。ちょっと大弓を買ってあげたい。あー、どうしよう、ちょっと上のやっぱり近くまで来たから上の武器屋を覗いてからにしよう。あー、スチールソード、スチールアーマー、たっか6000円、スチールヘルム、鋼のコテ、ちょっとスルーします。またこいつ復活してるよ。ただ暗殺者ね、大した経験値とかじゃないからね。ちょっと武器屋を覗きたいので武器屋に行きます。まあ、町の人とか全員話すのはな、ちょっと大変だからな。目についた人だけにしましょう。大弓は離れた敵を攻撃できます。ミスしやすくダメージも小さい。よろしいですか。なんかこいつはマイナスのことしか言ってないよね。大弓売る気あるの？ミスしやすくダメージも小さいです、それでもいいですかとか言われてさ、え、何そんな商品なのってなるよね。なんかでも的確に物事を伝えてくれるいい武器屋さんだ。嘘は言わない。やっぱりね、嘘言ってね商品売りつけてくる人もいますからね、中には。まあそんなわけで、クロディアに大弓を装備させたところで、じゃあ今回はちょっとこれで、終了したいと思います。次回は、まあ、さっきの張り紙のね、ところから、メルビルのイベントを進めていきます。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。